この動画は顧客第一主義でもカスハラ対策と題してカスタマーハラスメントいわゆるカスハラについて解説します企業としてどのようにカスハラを対策していくか経営者の方も従業員の方もこの動画を見て学んでいきましょうカスハラとはどういったものなのかまたその現状について解説します その上で企業における対策方法やその効果をご説明しますまずはカスハラとはどのようなものか学んでいきましょう企業や業界により顧客・取引先への対応方法・基準が異なり明確に定義付けることが難しい面がありますが一般的にカスハラとはカスタマーハラスメントの略で顧客などからのクレーム・言動のうち 当該クレーム、言動の要求内容の妥当性に照らして当該要求を実現するための手段、対応が社会通念上不相当なものであって当該手段、対応により労働者の就業環境が害されるものがカスハラに当たると考えられます。本来、顧客ななどどからののクレーーム・苦情は商品・サービスなどに対して不平不平満を訴えるもので それ自体が問題とは言えず業務改善や新たな商品開発につながるものでもある点には留意が必要ですクレーム・言動の要求内容の妥当性や社会通念上不相当という部分について詳しく見ていきましょう <noise> 顧客などの要求の内容が妥当性を欠く場合の例としては企業の提供する商品・サービスに 可視・可視が認められない場合要求の内容が企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合があります要求を実現するための手段・対応が社会通念上不相当な言動についてはさらに2つに分けられています1つは要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いものが挙げられます 具体的には、暴行や障害といった身体的な攻撃、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言といった精神的な攻撃、土下座の要求、継続的や必要な言動、不退去、居座り、監禁といった拘束的な行動、性的な言動などがあります。 2つ目は、要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるものが挙げられます。具体的には、商品交換の要求、金銭保証の要求といったものがあります。業種や業態、企業文化などの違いから、カスハラの判断基準は企業ごとに違いが出る可能性があります。 そのため、各社であらかじめカスハラの判断基準を明確にした上で、企業内の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが重要です。判断基準の一つの尺度としては、顧客などの要求内容に妥当性があるか、要求を実現するための手段対応が社会通念に照らして相当な範囲であるかという観点で判断することが考えられます。 妥当性については、顧客などの主張について、まずは事実関係、因果関係を確認し、自社に過失がないか、根拠のある要求がなされているかを確認し、顧客などの主張が妥当かどうか判断する必要があります。社会通念上、相当かについては、顧客などの要求内容の妥当性の確認と合わせて、その要求を実現するための手段・対応が、 社会通念に照らして相当な範囲であるかを確認します例えば次のような基準で判断している企業もあります妥当性の基準について A 社では商品に瑕疵がないかサービス提供側で非がある対応をしていないかで判断しています顧客などの主張から事実確認因果関係を確認し商品に瑕疵がない サービス提供側に非がないとなれば顧客の要求には正当な理由がないと考えられます。また社会通念に照らして相当かという判断基準について B 社では説明責任を十分果たした上でそれでも納得いただけないかで判断しています。例えば、長時間にに及ぶクレームは業務の遂行に支障が生じるという観点から、 社会通念上相当性を欠く場合が多いと考えられる可能性がありますこのような基準があると早々に上司に対応を依頼したり複数名の従業員での対応に切り替えるといったことができそうですね続いてカスハラの現状について見ていきましょう令和2年度の厚生労働省の調査では初めて顧客や取引先からの 暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントによる被害を調査項目に取り入れました。これによると、全国の企業・団体に勤務する20歳から64歳の男女労働者のうち、過去3年間に勤務先で顧客などからの著しい迷惑行為を一度以上経験したものの割合は15%となっています。 もう少し詳しく調査結果を見ていきましょう過去3年間に顧客などからの著しい迷惑行為を受けた内容としては半数近くに及ぶ52%が長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレームを挙げています次に46.9%が挙げたのが名誉毀損、侮辱、ひどい暴言となっています 続いて金品の要求や土下座の供用といった著しく不当な要求が24.9%脅迫が14.6%暴行・障害が6.5%と続きます業種別に見ていくと生活関連サービス・娯楽業が25.1%と最も高く電気・ガス・熱配給・水道業 不動産業、業、業、業物品賃貸業卸売業小売小と続きますなお生活関連サービス、娯楽業には、主として個人に対して日常生活に関連した技術を提供する洗濯業や、利用業、美容業、浴場業などの業種や、映画、演劇、その他の興行といった娯楽、あるいは余暇を目的とした、 サービス・施設の提供を行う業種が含ままれていますカスハラの内容として代表的な9つの型として、時間拘束型、リピート型、暴言型、暴力型、威嚇・脅迫型、権威型、店舗外拘束型、SNS、インターネット上での誹謗中傷型、セクシュアルハラスメント型があります。いくつか紹介しますと 時間拘束型は、長時間にわたり、顧客などが従業員を拘束する、居座りをする、長時間電話を続けるといったものです。また、リピート型は、理不尽な要望について繰り返し電話で問い合わせをしたり、面会を求めてくるといったものになります。威嚇・脅迫型は、無断で従業員の顔や名札を写真撮影・動画撮影をして、 SNS などにすすことを匂わせる言動も含まれまれ権威型は正当な理由なく権威を振りかざし要求を通そうとするお断りをしても必要に特別扱いを要求するまたは文書などでの謝罪や土下座を強要するといったものですコロナの流行に伴ってマスク着用、消毒窓開けに関する強い要望 マスクをしていない人への過度な注意の要望といったものや、逆にマスクの着用拒否といったカスハラも報告されています。続いて、企業における対策方法について確認していきましょう。令和元年6月に労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが、 事業主の義務となりましたこの改正を踏まえ令和2年1月に事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針が策定されましたこの指針において顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの 著しい迷惑行為といったカスハラに関して事業主は相談に応じ適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行うことが望ましい旨また被害を防止するための取り組みを行うことが有効である旨が定められました指針では前のスライドで確認をしたような対応が努力義務となっていますが厚生労働省では カスハラ対策の基本的な枠組みとして、次のような対応を呼びかけています。カスハラを想定した事前の準備や実際に起こった際の対応として実施すると良い取り組みを見ていきましょう。事前の準備としては、1。事業主の基本方針、基本姿勢の明確化、従業員への周知啓発。2 従業員のための相談対応体制の整備。3。対応方法手順の策定4。社内対応ルールの従業員などへの教育研修が挙げられます。また、準備をしていてもカスハラが起きてしまった際には、5。事実関係の正確な確認と事案への対応。6。従業員への配慮の措置7。 再発防止ののための取り組みを行いましょう1から7の取り組みと合わせて相談者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ従業員に周知することや相談したことなどを理由として不利益な扱いを行ってはならない旨を定め従業員に周知するとよいでしょうではケース別に対応方法も見てみましょう。 最初のケースは長時間にわたり、顧客などが従業員を拘束する、長時間電話を続ける場合です。対応できない理由を説明し、応じられないことを明確に告げるといった対応を行った後,後、膠着状態に至ってから一定時間を超える場合、お引き取りを願う、または電話を切るようにします。複数回電話がかかってくる場合には、 あらかじめ対応できる時間を伝えてそれ以上に長い対応はしないといった対応も考えられます現場対応においては顧客などが帰らない場合には毅然とした態度で待機を求めたり状況に応じて弁護士への相談や警察への通報などを検討しましょう次のケースは大きな怒鳴り声を上げる バカといった侮辱的発言人格の否定や名誉を毀損する発言をする場合ですこういった場合大声を張り上げる行為は周囲の迷惑となるためやめるように求めましょう侮辱的発言や名誉毀損人格を否定する発言に関しては後で事実確認ができるよう録音し程度がひどい場合には 退去を求めるといった対応も考えられます次のケースは殴る、蹴る、叩く、物を投げつけるわざとぶつかってくるなどの行為を行う場合ですこのような際には行為者から危害が加えられないよう一定の距離を保つなど対応者の安全確保を優先しましょうまた警備員などと連携を取りながら 複数名で対応し、警察への通報などについて検討してください次のケースは、インターネット上に会社や従業員の名誉を既存するまたはプライバシーを侵害する情報を掲載された場合です掲示板や SNS 上での被害については掲載先のホームページなどの運営者に削除を求めましょう 名誉毀損などについて、投稿者の処罰を望む場合には、弁護士や警察への相談などの検討も必要となります。解決策や削除の求め方がわからない場合は、法務局や違法・有害情報相談センター、セーファーインターネット協会の誹謗中傷ホットラインに相談することも可能です。最後のケースは、従業員の体に触る。 待ち伏せするつきまとうなどの性的な行動食事やデートに必要に誘う性的な冗談といった性的な内容の発言などいわゆるセクシュアルハラスメントのケースです性的な言動に対しては録音録画による証拠を残し被害者および加害者に事実確認を行い加害者には警告を行いましょう必要なつきまとい 待ち伏せに対しては、施設への出入り禁止を伝え、それでも繰り返す場合には、弁護士への相談や警察への通報などを検討しましょう。最後に、カスハラの影響と対策の効果を見ていきましょう。カスハラによるネガティブな影響として、1. 従業員への影響、2. 企業への影響、3. 他の顧客などへの影響が考えられます。 まず1の従業員への影響としては精神的な負担が大きくその影響から業務のパフォーマンス低下頭痛、睡眠不良精神疾患耳鳴りといった健康不良や配置転換休職退職といったことが考えられます次に2の企業への影響としてはクレームへの現場での対応電話対応 謝罪訪問、社内での対応方法の検討、弁護士への相談といった顧客対応に要する時間が主な負担となりますまた、業務上の支障や人員確保、金銭的な損失も考えられます3の他の顧客などへの影響としてはカスハラが起こっていることによる利用環境雰囲気の悪化やサービスを受けられない可能性などもあります こういった利用環境の悪化などによって、店舗や企業に対する他の顧客などからのブランドイメージが低下してしまうという状況にも注意が必要です。<noise> カスハラへの対策を講じることで、こういったマイナスの影響を生じさせないだけでなく、プラスの影響が得られることも期待できます。すでに対策への取り組みを進める企業からの意見を見ていきましょう。 まず1の従業員への影響としては職場環境の改善により働きやすくなったという意見がありますまた2の企業への影響としてもカスハラ対策により顧客対応のノウハウを整理し経験を培うことができるなど業務改善・ノウハウの継承に役立ったそうですまた3の他の顧客などへの影響としては職場環境の改善や カスハラへの毅然な態度により迷惑行為をする人が少なくなるといった意見もありましたこのように企業においてはカスハラ対策を進めることで前向きな効果が期待できますカスタマーハラスメントは近年増加傾向にあるハラスメントであるため専門家の分析や対策が追いついていない部分があります企業として判断に迷うなど課題も多いと思われますが 従業員を守るために取り組みを進めることが望まれています。最後に、労働相談全般に関する相談は、東京都労働相談情報センターや、東京労働局総合労働相談コーナーなどへ相談することが可能です。相談が必要な場合、ご利用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。